さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然だけどシュラミちゃん、パソコンを何も持ってない人が一から用意するとしたら何が必要？え、何よ急に。何も持ってない人だと、パソコン本体でしょ、モニターでしょ、キーボードでしょ、マウスでしょ。そうなんですよね、何も持ってないと、いろいろと用意しないといけないものがたくさんあるんですよね。ということで今回は、一体型パソコンをご紹介していこうかと思います。一体型。今回は自作パソコンとはちょっと違うんですが、ゲームはしないけどパソコンが欲しい、とか、会社や勉強用でも使えるパソコンが欲しい、そんな方向けのパソコンをご紹介していこうかなと思います。まあ私自身も一体型パソコンを使ったことがないので、どのくらいの性能があるかや特徴なんかも見ていきたいなと思います。一体どんなパソコンなのか気になるわね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回は、MSI のモダン AM242TP11M1260JP という一体型パソコンをご紹介していきます。この中にパソコンが入っているの？はい、この中にパソコンが入ってるんですね。早速開封してみましょう。まずこちらが付属のキーボードとマウスになります。え、キーボードとマウスついてるの？こちらの製品はキーボードとマウスが標準でついているみたいで、しかもこれ、ワイヤレスなんですよね。余分なケーブルがなくなるので、机周りもスッキリしますね。こちらの箱には付属品が入ってました。中身は、ネジが2種類入った説明書の袋と、電源アダプターになります。え、付属品はこれだけ？はい、これだけです。かなりスッキリしてるわね。ですね。で、先ほどの箱の残りなんですが、あとはモニター兼パソコン本体と、モニターのアームと台座だけになります。本当に物が少なくてスッキリしてるわね。で、こちらがモニターに取り付けるための台座とアームになります。台座はアルミ製でかなり頑丈そうですね。ではこちらにアームを取り付けていきたいと思います。取り付け方は簡単で、台座の穴に合わせて入れて、後ろのネジを回すだけで大丈夫です。これは簡単ね。シュラミちゃんの力でネジの回しすぎにだけ注意です。なんでよ。ということで台座はこれで完成になります。ではこれをモニターに取り付けていきましょう。こちらは内袋からモニターを出した状態となります。アームを取り付ける際は、モニターの保護も兼ねて、下に内袋などを敷いて行うと傷がついたりしません。ではこちらにアームを取り付けていきます。アームに4つの穴があるので、こちらを本体のネジ穴に合わせます。そしたらこちらをネジ止めしていきます。こちらのネジ穴は出先角となっているので、モニターアームなんかにも対応しております。ネジは対角線に締めていくと、締め付ける力が均等になるので対角線に締めていきましょう。最後に増し締めをして組み立ては終了です。なんか、いつものパソコンに比べると組み立てが簡単ね。そうですね。では続いてこのパソコンの大きさや特徴を見ていきましょう。シュラララ。ではとりあえずこのモニターの大きさ、というかパソコン全体を見ていきましょう。まずはこのパソコンのスペックから、こちらは第11世代インテルコア i5-1135G7 プロセッサーが乗ったパソコンとなります。この CPU はノート型の CPU で、4コア8スレッドクロックは 2.4GHz から 4.2GHz となります。ノート型といっても最近のノート型 CPU の性能はかなり上がってきているので、後ほど性能確認もしてみましょう。グラフィックはインテルアイリス XE グラフィックスが搭載されています。こちらはいわゆる CPU に内蔵されているグラフィックになります。続いてメモリは DDR416GB8GB×2枚が搭載されています。16GB なら事務用途や Excel とかの作業をする分には十分かと思います。内蔵ストレージは NVMe M.2SSD の 512GB が搭載。こちらもゲーム等をするのでなければ問題ないかなと思います。ただ家族で撮った写真とか動画を貯めていきたいって場合は、外付けの大容量のストレージ等を使った方がいいかもしれません。あとは割と細かいところなんですが、有線、無線どちらのインターネットでも対応可能や、インカメラの解像度などが書いてあります。続いて背面部分ですが、まず左側から。こちらには電源とメニュー操作のレバーがついています。こちら側はかなりスッキリしていますね。続いて右側。右側から LAN、USB2.0 Type-A が2つ、HDMI2.0 出力、HDMI 入力となっております。今回このパソコンの面白いなと思ったのが、こちらの HDMI 出力を使えば、こんな感じで2画面構成で使うこともできるし、
HDMI 入力の方を使えば、自分のパソコンのサブモニターとして使ったりと、汎用性は高そうだなと思いました。続いては背面から見て右側の側面です。こちらにもインターフェースが揃っており、上から USB 3.2 Gen 2 Type C が2個、USB 3.2 Gen 2 Type A が2個、ヘッドセット用4極ミニジャックと電源ボタンが付いております。こちらのインターフェースなんですが、正面から見て左側に全部ついているので、USB を繋いでも右利きの人はマウス操作の邪魔になったりとかはなさそうですね。左利きの人は、邪魔にならないように使ってください。それでは最後に正面によく見えるモニターについてのご紹介です。このモニターは解像度がフル HD で 23.8 インチの普及型のモニターサイズとなっております。液晶は IPS パネルとなっているので、応答速度が少し遅めな代わりに視野角が広いのが特徴です。反応速度よりも、多方向からいろんな人が見たりとかするのに向いているパネルです。リフレッシュレートは 60Hz となっているんですが、このパソコン自体がゲーム目的のパソコンではないので、60Hz で十分ですね。続いてこのモニターの可動域も見てみましょう。高さは0から 130mm まで対応となっております。上げ下げもそこまで難しくないので片手で変えることができます。次は上下の角度調整、チルトですが、こちらはマイナス4度から20度まで対応となっております。私はいつも真正面にしてるんですが、皆さんはチルト調整してますか？で、このモニター一つ難点なのが、左右方向への調整、スイベル調整ができないんですよね。まあ台座が固定式になっているので仕方ないですが、次回作はぜひスイベル機能もつけてもらえたらなと思います。では次は実際に動かしてみましょう。シュララララ。それでは動かすための準備をしていきます。まずはこちらの電源アダプターですね。電源アダプターとケーブルをつなぎます。続いて電源ケーブルをパソコンにつなげます。背面のこちらに刺すんですが、このまま刺すよりも、台座の真ん中に穴が開いているのでそちらを通した方が配線が綺麗になるので入れていきます。続いてマウスとキーボードですね。こちらは最初から電池が入ってましたが、本来は電池が入っていないみたいなので電池をご用意ください。こちらはキーボードになるんですが、こちらにも電池が最初から入ってましたが、こちらも本来ですと入ってないみたいです。あと電池の隣に USB の送受信機がついているので、こちらをパソコンに取り付けていきます。あとは無線でもネットは使えますが、有線の方は LAN ケーブルをつなげます。そして最後にコンセントをつないで。ということでこれで起動準備ができました。いつものパソコンに比べるとやはり配線の量が少ないわね。そうですね、パソコンとモニターそれぞれに電源ケーブルとそれをつなぐ HDMI などがない分、かなりスッキリしてますね。それでは動かしてみましょう。スイッチオン。さてどんな風に立ち上がってくるか。せっかくなのでこのまま見ててみましょう。おそらくこの後初期セットアップとかが出てくると思うんですが。あれ？なんとそのまま開いてしまいました。多分本来であれば、Windows の初期セットアップが入るかと思いますが、今回はすでに初期セットアップが終わった状態で届きました。ということでこちらのパソコンなんですが、Windows 11 Home が標準搭載となっております。ではこのパソコンの性能とかを見ていきましょう。まずは視野角が広い IPS パネルの見え方からやっていきます。撮影なのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、結構斜めから見てもかなり発色がよく見えやすいですね。撮影だとカメラの性能が完全に裏目に出てしまうので、ちょっとわかりにくくてすみません。斜めから見ても綺麗に見れるのはすごいわね。会社とかで複数人で画面を見ても大丈夫そうですね。続いてはパソコンのスペック確認。内蔵 GPU だとキャプチャーが 30fps までしか撮れないのでちょっと見にくくてすみません。CPU は4コア8スレッドでしっかり動作しております。あとこちらのパソコンはオフィスも入っているので、会社や勉強用にはいいかと思います。ワードもこんな感じで使うことができます。Excel もいろいろ打ち込んだり。それを元にグラフを作ったりするのもサクサクできますね。オフィスって便利なんですけど、結構高かったりするので、標準搭載されているのはいいですよね。てかあんたさっきからこれ何作ってるのよ。
え、私とシュラミちゃんの成績表です。あんた点数低すぎ。ちなみに普通に使っている時の消費電力は、45W 前後でした。一応普段やっているシネベンチ R23 もやってみました。結果はこちら。マルチが最高4958ポイントとなり、こちらはデスクトップ CPU でいうと Core i7-4790K や Core i7-6700 と同等ぐらいになります。ノート用 i5 でもかつての i7 と同等の性能って考えたらすごいわよね。ですね。温度が若干高めなんですが、モニター裏にパソコンのパーツが全部詰め込んであると考えるとまあ仕方がないのかなとも思います。ただ、シネベンチ中でもファンの音はかなり静かだったので、高負荷を続ける作業でなければ、静かなオフィスとかでも使えるかと思います。あとはゲーミングパソコンではないんですが、ゲームも試しにやってみました。やってみたのはフォールガイズと呼ばれるレース、ゲームです。そこまで重いゲームじゃなければ一応遊ぶことはできました。あとこのパソコンなんですが、なんと最大10点まで対応のタッチパネルとなっているんです。なので画面を直接触っても操作することが可能です。なのでタッチ対応ゲームなどはマウスやキーボードを使わなくても操作することが可能となります。せっかくなのでガチャやってみましょう。負けました。シュララ。ということで今回は、MSI の一体型パソコン、モダン AM242TP11M1260JP をご紹介してみました。確かにこれモニターとパソコンが一体になってるから小スペースだけど、モニターアームとかにつけたらもっとスペース取れるんじゃない？ではモニターアームに取り付けてみましょう。え？はい、モニターアームに取り付けてみました。確かにこれの方がスペースが取れて、机の上で作業したりも便利そうですね。モニターアームなら自分好みや作業内容によって位置も変えられるし、便利ですよね。この方がよりスペースを有効に使えるわよね。ということで一体型パソコンはいかがだったでしょうか。私も初めて一体型を触ったのですが、普通に事務作業用や、ゲームをしない用途であればスペースもケーブルも多くないし、かなりいいかなと思います。そういえばこれいくらするの？こちら調べたところ、174,800円で販売しておりました。パソコンを作ったことがない人や OS やオフィス、キーボード、マウス、全部込みでこの値段ならある意味一つの選択肢かなとも思います。ということで本日はここまで。もしこの一体型パソコンが少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。